秋10月の良き日、風磨と夏樹旅立つ。どうしたの？いや、トイレ行ってくる。偶然なのか。いえ、恋よ。何のつもりだ。なんでここが分かった。会社で。会社。What's going on, man? Nothing. She's just my friend. Oh yeah.はい。 OK, man. Take it easy. Mm-hmm. バッジのマークで会社分かったから。だから会社に行ったのか。そうだよ、脅迫してやろうかと思って。会社より奥さんの方が良かったかな。即成り立り婚だね。いくらだ。1000万。なめんなよ、このオカマ野郎。オカマ野郎と寝たの誰なんだよ。あんたが好きだ。会いたくてどうしようもなかった。気がついたらバイク飛び乗って。何言ってんだ。忘れようとした。忘れらんなかった。いつか本気で、いつか本気で人に告白すること夢見てた。でもトイレの中なんてきついよ。飛び立つ飛行機見送って、きっぱり諦める気で。でもばったり行き合うなんてね、相当来てるわ。なんで俺の名前分かった。スーツの上着、この前ホテル泊まった時の裏側にフルネームが。今時ダサダサなことやってくれるじゃん。お袋だよ、刺繍が趣味なんだ。平凡でもあったかい家庭を作ってくれると嬉しいわ。東京なんですって。そうなの、お嫁さんがそうしてくれるっていうもんだから、お孫さんが楽しみだわね。俺の気持ちなんか本気で人を好きになったやつしか分かんねえ。分かる。おいよ、うま。そうかな。自分に偽って結婚なんかしたくせに。俺も女は嫌いじゃねえから偉そうなことは言えねえけど。女ともできるのか。ちゃんと立つよ、気持ちいいよ。じゃあなんで俺なんかのこと。分からねえよ。気持ちって
自分の自由になるもんなのかな。やべえぞ、やめろって思いながらあんたのこと忘れられなくなった。忘れてくれ。俺は今日ハネムーンに立つんだ。忘れるよ、言ったろ。忘れるためにここに来たんだ。呼びますか？あ？さっきからつまんなそう。もっと言えば不機嫌。そうか。昼に古いみたらし団子食って問題それだけだ。あいつら飛び立ったことだよな。夏樹さんいなくなって機嫌悪いのかな。そうじゃねえよ。あ、風磨さんに夏樹さん取られちゃったような気がするとか。夏樹に風磨取られたような気もするし、変なんだよ。どうしたのかしら。すいません、まだ飛ばないんでしょうか。申し訳ございません。機体の整備に少し手間取っておりまして、もうしばらくお待ちください。先月だったらトゥインクルレース付き合ってもらったのに残念だな。競馬なんかやんの？うん、あ、この間なんかね、かけた馬に 63.9 倍のオッズがついたんですよ。2000円かけたのが12万6000円になっちゃってラッキー。へえ、賭け事やるとは知らなかったね。好きですよ、勝ち負けはっきりしてるの。嫌いですか？堅実路線なんでね。だから暴れてた高校時代が懐かしいのかな。過去なんか振り返っちゃダメ、これからでしょ。そうやって人生楽しんでる子っていいよな。あ、今夏樹さんのこと考えてたでしょ。夏樹さんはさ、楽しんでなかった？どうかな。夏樹さんは風磨って名の馬にかけたのよね。オッズがつくといいね。払い戻しを期待して結婚したわけじゃねえよ。まあ、女にとっちゃ賭けですよ。どんな男選ぶかで人生変わるんだもん。2000円が12万6000円になればいいって誰だって思ってる。外れ馬券つかまされたろ。破ってまた買い直す。皆様お待たせいたしております。本日もご搭乗ありがとうございます。こちら機長の説明みたい。当機は出発時間を30分ほど過ぎておりますが、計器不良が見つかったため、恐れ入りますが一旦降機いただきロビーにてお待ちください。喉乾いたね。でももう売店もクローズしてるな。大変お待たせしておりますが、計器点検に予定よりも時間がかかる見込みです。当成田空港における午後11時行の騒音防止のための発着規制により本日の運航は不可能になりました。
そ。なんだよそれ。それでこんな風に放り出されて、成田で一泊？あたりたちにいいネタ提供しちゃうよな。できなかったのかな、航空会社は。でも冷蔵庫あるよ。なんか飲む？うん、喉カラカラ。スポーツドリンクお茶と、それからビールもあるし、あとね、やめて。なんか汗っぽいし、今日一日長くて、うん、夜はね、専門学校なんか通っていつかは転職って考えてたの。へえ。この間までね、こんなだったトラバーユがこんななっちゃったの。こんな年末からぼちぼち景気持ち直すよ。そう？日本の不況は世界経済にもダメージなんだからさ、アメリカは逆にほっとかないと思うね。ああ来いよ馬。店どこも開いてないんですか？この時間はどっかないですかね。あの下着欲しいんですよ、新しいやつ。は？あのほら、荷物全部飛行機の中だから、替えがないと気持ち悪くて。シルクのパジャマ用意しといたんだけど、ごめんね。なんだか疲れたね。え？シルクのパジャマも見たいし、今夜俺我慢するよ。おお、ばちゃんどうだね。一貫でもやるな、これがさっきじゃ。いいやろ。いいね、食べたいな。うわ、じゃあな、またな。風磨夏樹の新婚夫婦、旅先より頼りあり。先生、お茶が入りました。はい、よく言えました、花丸です。先生、
いいガツ上がったんで持ってきたよ。おお、医療つけじゃねえ先生。いやありがとう。うるいじ、うるい、持ってみろ持ってみろ。カツシゲがカツを持ってきてくれたんだね。せっかくだけどお茶後で。あ、はい。うるい、うまいんだぞお前。お、うん、あ、先生台所に立つんでしょ。あ、はい。ゆい、大きいお魚だね。初めて見たでしょ、うん。わざお？だから重原先生が若い女引っ張り込んでどうたらこうたらってさ。バカバカしいよもう。狭い町なんだよ。夏希とさ、夏希の母ちゃんのあの事件だって20年も経った今だって言ってるやついんだからよ。だからなんだよ。だから千乃と二人で買い物行くようなことはさ、外出は類も一緒だよ。ネタがつくまで親子を預かってくれないかってお前が言い出したんじゃない。ええー、とか何も仲良くすることないじゃんか。じゃあどうやらいいんだよ。一緒に暮らしててイスラエルとね PLO だって手結んだんだよ。なんだいそれ。夏希がアタリと一緒にならなかったの、ひょっとしたらあの母ちゃんのこと原因なんじゃないのかな。いいじゃないか、風磨と幸せになったんだから。でもさ先生、ルイ見ててもいい？はい、いいよ。弟さんのネンメとルイちゃんのとどっちが大きいんだろう。うん。父のやつなんか打ち明けたかな。父親のことか。いいよ。お前さんとこまだなのかい子供。いいじゃねえかんだこんな。誇りで死ぬわけじゃなし、もったいないのでいただきます。はい、伝えます。あんた、お祭りの神輿のことで青年団の会合今夜9時だって。ああ、そうか。ああ、どうぞ。もう酒ばっか飲んでねえでよ、もっと食わにゃ。この分じゃ孫の顔も見んうちに落ちんじまうだね。一緒になって3年だに、もう男の子なんて贅沢言わねえから、とにかく初孫抱かしておくれよ。おい、おい、どうしたんだ古子さん。子供のことは言うなって言ったろうが。どうして。魚お前もっと食えよ。ないなの。トリコ、トリコ。だって奥さんまだ21だろ。いや、それがさあんまりできねえんで、この間病院で見てもらったらさ、不妊症だとかで妊娠難しいって言われちゃったんだよな。ああ、俺子供欲しいんだ。入ったよ。え、そりゃちょっときつい話だよな。いや、相談っていうのはもうちょっと先なんだよ。なんで。シノの子供な、俺の子かもしんねえ。な、お前らって。いや、そういう一遍だぞ、一遍国旗だぞ。いや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 、一遍だよ。あ、ほら昭和の最後の同窓会の時さ、最後まあ俺と千乃と二人きりになっちまってさ、で、あの時俺ものすごく落ち込んでたし、千乃がまあ優しくしてくれたっちゅうのかな。落ち込んでたってなんだよ。おめえらみんな東京に就職決まってさ、バリッとスーツかなんか着ちゃって。はあ、だから東京ドームがどうとかプールバンがどうとか言ってただろうよ。俺は一人で問いにへばりついてさ。あのさ、それお前が選んだんじゃなかったか。エコロジーがどうとか存在の原点がなんとかってよ。違うよ、進学したお前たちに対するなんか突っ張りっていうのかな。
いや、俺別に通り残ったことを後悔してるわけじゃねえぞ。俺、漁師って師匠に合ってると思うしさ。ただ、あの時ばかりは人生選び損ねたんじゃねえのかなって焦りもあったし、それに仲間外れになっちゃってよ、そういう寂しさもあったしよ。気づかなかったな。悪かったな、シゲ。なあ、ただそれ知乃がふっと感じてくれちゃってな。いや、それでよ、その子がもしお前の子だとしてどうするつもりだよ。責任取る。どうやって、あ、養育費とか場合によってはちゃんとうちに引き取るよ。いや、しかしよ、どっちにしたって確かめるのが先決だろ。聞くのがなんか怖いっちゅうのかな。それにあれだぞ、違ってた、こりゃまた間抜けな話だぞお前。深刻だったんだよ。あ、男の人って大変ね。伊勢エビとは何を、まあ勝家のやつ張り切ったんだが。何の話だ一体。問いを出てからまああれこれあって、結局山梨の温泉街のホテルで仲居やってたの。そこのおなじみさんなのよ、あの子の父親。旅人ってことが。ううん、地元のちょっと偉いさんで宴会でしょっちゅう。おめえはどうしてその地元のお偉いさんとかそういうのとばっかりこうパッできちゃうんだよ。あんたともあったじゃない。お前子供さんが難しい病気だとか入り婿で苦労してるとかって、私ほだされちゃったのよね。先生まだ台所よね。伊勢エビだったらさ、味噌汁もいいよな。なんかガバーってぶち込んでさ。バカだな、エビどころじゃねえだろよこっちは。一見六色だろお前。何言ってんだよ、知能の人生コーラは終わってねえだろ。人生コーラだってなんだなあ。大したコールじゃないって。結局ね、その人家庭を捨てて私とルイを取るって言い始めたのよ。そんなできないよ私。借りてもらってたアパートにその人が今日から暮らすって言ってきた日、置き手紙して出てきた。金ももらえないでか。ルイを私にくれたわよ、それでいいのよ。でさ、これからどうすんだ。先生が少しずつ寂しさになれたら出てくよ。どこへ。わかんない。なんだったらさ、東京で子連れで働けるとこ探そうか。いや、近郊のお客さんにはいろんな人いるが。ありがとう。伊勢エビなんか決まったの、引け目があったから。とにかくおめえ、あれはおめえだろうよ。ちげえ、うん、例えばウイスキーでいいかな。うん。なんでなの。え、私女として魅力ないとか、旅行中ずっとそのこと考えてた。なんで。疲れてたんだな。別に俺インポじゃないから。あ、
ほんと参ったよまさか成田にとどめ置かれてると思わなかったわ。電話ぐらいよこせよ。かっこ悪いじゃない、行ってらっしゃいかなんか言われてさ、まだ成田にいますよなんてのもう丸一日スケジュール狂ってでしょ、ダイヤから見られなくなっちゃって半べそですよ他には何を見たんだよ。それはもう自由の女神当たり前でしょそれだけどね、女神って割にはね、おばちゃんっぽい顔してるんだよ。二人で大笑いいいわね、何見ても楽しくって。はい、どうも。ねえ、本当に私たちお母様のお見舞いに伺わなくていいのかしら。ありがとうございます。でも病院遠いですから。ご挨拶もしてないし気になるわね。病人に帰って気使わせるしさ、そのうちでいいんじゃない。そうね。心臓って言ってたよね、長引きそうなの。いただきます。ん、はい、いただきます。いただきます。ねえ、ん、一家団らんのランテージかける。うん、いいよな、私初めてこういうの気に入ってくれた。この家も最高だよありがとう。なんで、うん、私たちの問題じゃない。ご両親に心配かけることはないよ、ね、それよりさ、母さんのこと嘘ついててもいいの。夏希がもう少しここに馴染むまで黙ってよ。打ち明けるのはいつでもできるから。お母さんも大事にするよ。離れないでいてくれ。離れないよ、そばにいるよ。私たち結婚したんじゃない。こうしてるとね、すごく安らぐよ。自分が許されてるって気になる。許されてるって。俺は生まれてきちゃいけなかった人間なんだ。ふーま、どういう意味。うん、生まれてきてごめんなさいは、それは私の方だよ。だってずっとどっかでそう思ってきた。今まで私は親に望まれなかった子供だもん。でもフンはどうして。風邪ひくよ。お腹の中の赤ちゃんみたいな格好して眠るんだよね、風磨は。生まれ直せるもんならね。育むとこなんだよね。その海で私はこの人に死ねって言われたの。生きながらにして中絶された子なんだって。私はそう思ってる。でも夏希は生きている。この人を愛せない限り私ダメなんだと思う。こうやって会いに来てるじゃないか。来るたび私は自分が何者なのかって思い知らされる。夏希とお母さんは別人格じゃないか。
でも私はこの人のお腹の海にいた。生まれよう、生きようとしてた。その方はまだつながってる。綺麗よ。切る前にお母さん別の世界に行っちゃったのよ。赤ん坊の私を置き去りにして。何を握りしめてるの？ん？あ、お守り。なんでだか握りしめてるの。話そうとするとね、暴れるのよ。多分なんか入ってるんだと思うんだけど。紙みたいなもん？なんだろう。うん、わかんない。変わるよ。お母さんの重たさの半分、これから俺が担ぐ。どうしてそんなに優しいの？君が僕の妻になった人だから。そう思ってもらえるなら。そう思ってるよ、風磨。お母さん、風磨と言います。どうかよろしくお願いします。女の手だね。あったかい。男の手だね。一生懸命仕事してる人の手。風磨の寝顔好き。一生寝てようか。もし同じ夢を見せてくれるなら。怖い夢でも？うん。ドアに札かかってたでしょ。ああ、女性客はお断りしてるんです。なんでまた。お店間違えたんじゃないですか。女がいて飲みはどこだっていうの、ね、でしたらよその店に。カラオケもねえのかよ。おい、なんだおめえら。男同士何踊ってんだお前。だ、男同士何が悪いんだよ。なんだお前は。女のケツかぎ回ってるのがそんなに偉いか。犬でも嗅ぐんだよ、女もな。大変大変、やだ。ちょっと、なんだあの生き物は。何荒れてんだよ。嵐は嵐だからよ。パンピン相手にムキになったってしょうがないじゃん。酒はゲロッパするまで飲みまくるしさ。何があったんだよ。なんで俺ってこう便所の中に引きずり込まれんのかね。どんだけ飲んだんだい。どれ、池袋。ああ、回ったね。もうあっちゃこっちゃ回った。海荒れてたのか。よう出なくてよかったのか今日。荒れてんのはここ。大丈夫か、寝てるの。どうした。渋谷真珠。分かったって。
ってんだ、もううるせえな。ケブン、俺だけ住んでんじゃねえんだから。母ちゃんさ、出てっちゃった。ああ、うわっ、うわっ、離婚届け。今朝さ、速達で届いた。ごめん、スーパー閉まってて。あれ、あれ、ゆいちゃん、なんだこんなとこにいんだよ。わ、よ、なんか食いもんねえのかよ。おい、お前二日言っても知らねえのかよ。おい、待たり、よし、頼むし。はい。おはようございます。おめえ、ひょっとしてやっぱゆうべここにいた？うん、いましたよ。覚えてないんですか？いや、なんかいたよ、ないね。朝ごはん。おお、ゆうちゃん、上がります。おはよう。うい、私どうせ日曜日は優しさだけ。それ、卵焼き？ご飯もね、まだあったかいと思うんですけど。味噌汁？そういう関係か。まあ、食え。なんだよ。おめえら死なねえ間によ。人のこと言えんのかって。何何のこと？あっと驚く、食べよる。じゃあなんだ、俺お邪魔虫だったわけだ。ゆいを追っ払っちゃったわけだもんな。あ、私ね、どっちみちうちに帰るつもりでしたから。だけ外泊なんかしたことないですよ。うん、夏希このこと知ってんのか？あ、関係ねえよな。向こうはもう結婚したんだしな。先輩のとこうまくいってるもんだとばっかり思ってました。この間ね、問いに帰った時も両親に言われたんですよ。スグロさんとこも見ろ、お前も早く結婚して安定しろって。俺、ユイにもなんか喋った？お前、わめえつったじゃねえかよ。あの、白くなったとこで聞くけどさ、どうするつもりなのよ。いや、母ちゃんの実家は広島なんだ。だから、迎えに行くしかねえかな。それでまあ、問題根本的に解決するわけじゃねえけどよ。うまいな。うまい、これくれよ、これ飯もらうぞ。食えんな、こんな時に。お前、腹だけ減るからな。昔のまんま。これ捨ててくるね。あ、いい、あの、私やるから。手伝うよ、君も働くんだし、できることはやるよ。ありがとう。はあ、明日からこの家から出勤なんだ。あら、お掃除？はい、あたりさんたち来たわよ。そうですか。なんか急に押しかけようって話まとまっちゃって。すいません。あたり君、ここのとこ姿見せないから心配してたのよ。どうも。風磨が夏希ちゃんを取ったんで友情にひびが入ったのかなって。何言ってんだよ、もう。あら、そうじゃなかったの？私ね、あなたたちの話を漏れ聞いて頭の中でラブストーリー組み立ててたのよ。風磨が夏希さんを奪ったんだとしたら素敵だわって。勝手に作んなよ話。今こっちの二人がくっついちゃってますよ。おい、いいじゃねえか。どうせいつかバレるよ。くっついたって誰？やばい、あたりこうすけと丹野ゆい子。私、あなた初めてよね。はい、ゆいって呼ばれてまして、皆さんの二級下の後輩です。バスケ部で夏希さんの下でサブマネージャーやってました。夏希さんにはすごく可愛がってもらって。私こそゆいちゃんには本当に助けてもらって。ゆいちゃんは運動神経もいいし、それに
テキパキしてて、夏希さんこそ勉強ができて私憧れだったんです。あそこ。どうも。私来て顔に触ったらごめんなさい。別に。素敵なお家ね。やったって感じ。別にうちと結婚したわけじゃないから。あたり先輩はいただきますので。用が済んでもトイレの紙三角に折らなくていいから。あなたのあれ昔からわざとらしくて私恥ずかしいんだよね。注意します。でも私は三度も水を流しませんので。よっぽど大量に漁ってるのかなって昔からおかしくって。今日来た人たちが、つまり夏希さんと風磨を含めて全員バスケット部だったってわけ。ええどうしたのよ、さっきから二人とも黙りこくってて。あ、別に。ねえ、ゆい子さんって言ったっけ。あたりくんとお似合いじゃない。あ、どうしましょう。出て。はい。式に出てもらった人たちにお礼状は済んだのかい。これから。あ、早く書かないとダメよ。はい、もしもし、安藤でございます。早くしないと。大丈夫、二人でやってるか。あ、お世話になっております。少々お待ちください。あの、洋画作業所の北村さんって方から騒音のことでご近所からクレームがあって至急来てほしいって。ああ。お一人ですか。仕事の帰りなんで。息子見る。はい。これ何。あ、 3A カードです。アタック、アピール、アポイント。お友達になりたい人がいたらそれに書き込んで渡すんですよ。はい。お前が問題を解かないままだったからな。人生って素晴らしいよね。おん、あ、明日の弁当のウィンナータコにしてやるね。じゃあおやすみ。寝るよ。ちょっと、よいしょ。ほら、顔洗って歯磨いてちゃんとパジャマ着て寝なさいよ。あ、もう姉ちゃんこそ早く寝ないと歯が割れるよ。もう焦げるって年でもねえんだからさ。どうしよう、もう焦げる。もう早く着たいって言ってもらう。もうやめてよ、もう寝るよ。もうただいま。人のセックス見るの初めて？愛してるとは言ってくれないの。私ってそんなに魅力ない？